ウィンドはフランスの自動車カイシャルノーがかつて生産、販売した小型クーペカブリオレである。2004年のパリサロンで発表されたウィンドコンセプトをルーツとし、2010年3月に開催されたジュネーブ賞において市販型とも言えるモデルが披露され、同年5月7日よりフランスを皮切りに欧州地域で市販を開始。同社の小型車であるトゥインゴをベースにオリジナルボディと 電動回転格納式のルーフを備えることで、クーペとオープンカーに加え、タルガトップの良さも味わうことができる。車種は元より、エンジン、サスペンション、シート、ステアリングに至るまで、開発には、ルノースポールが携わっている。エクステリアデザインを担当したのは、メガーヌトロフィも担当した、アドバンストデザイン部門の日本人、鈴木康弘である。外観部品は全て専用品となる。 ベースとなっているトゥインゴより 230mm も、長い全長 3830mm の、車体には 100PS の1.2リットルターボエンジンと、トゥインゴルノースポールと同じ 134PS の1.6リットル自然吸気エンジンの2種を用意。日本仕様は後者に 5MT を組み合わせた、左ハンドルのみの設定となる。フランス本国も含め、AT 車は末期まで設定されなかった。 内装もウィンド独自のものが与えられている。大型のデジタル速度計を中央に搭載したトゥインゴと異なり、ウィンドは3連のアナログメーターを運転席正面に搭載、二輪車をイメージした半透明のメーターカウルはオプションで交換できる。シートもウィンド独自のヘッドレスと一体型のバケット形状のものとなっており、シート後部には小物入れが備わる。 オーディオの操作パネルは、トゥインゴと共通の大きく傾斜したもので、操作性には優れるが、社外のインダッシュのカーナビ等への交換は難しい。電動開閉式のルーフは、リアピラーとリアウィンドウを残して、天井部分のみがオープンになる仕組みで、ルーフが後部を視点に180度裏返って、リアデッキ上に格納されるという比較的シンプルな機構を採用。その結果、 開閉はわずか12秒と、世界的に見てもこの手の車種として、トップクラスの速さを実現している。また、ラゲッジルームは、ルーフの開閉状態に関かかわらず270リットルの容量を確保することで、少量ながら積載性も配慮されている。2011年5月26日、東京都内で行われた、 新型メガーヌ発表の席で同年夏頃までに発売を開始することが発表され、その後、同年7月6日に正式に発売を開始。同時に、ブラックメタル超ハードトップ、クロームドアミラー、デカール、シートヒーター付け黒本比較、シート、レッドクリアメーターフード、スピードライン製17インチアルミホイール、ブルートゥース対応 CD 一体 AM、FM 電子、 チューナーラジオ &USB 端子などを備えたコレクションを発表したが7月中に完売した2012年3月8日かつてのルノーチューナーの名を冠したゴルディーニを発売ブルーの専用ボディ色とホワイトのダブルストライプシルバーブルーのツートンアロイホイールホワイトドアミラールーフカバーホワイトカウルホワイトストライプ入りレザーステアリングゴルディーニロゴ入りシフトノブ ゴルディーニロゴ刺繍入りレザースポーツシート、専用バッジなどを採用し、スポーツ色を強めた。価格は、ベース車、プラス24万円の279万円。2013年5月、販売終了。ルノーウィンド日本発表、ルノースポールが作った、クーペロードスター。カービュー。 http://www.carviw.co.jp コロンススララッッシシュュ e スラッシュニューススラッシュ1スラッシュ149629スラッシュルノーの場合、日本人デザイナーの例として、長島ジョージが手掛けた初代サフランもある。<ッ>ありがとうございます。